ちょっと発声の仕方忘れた撮ってなさすぎて違うのね、おはようございますなんですよ普通は、うん、でもあのお久しぶりですだなと思ってどっちがいいかなと思ってお久しぶりですやばい動画をナイトワンダラーの動画を1個も出してない困りました本当にすいませんちょっといろんな場所で動画まだですかって言われるんですけどごめんなさい、ちょっと1ヶ月撮れなかったっすね。1ヶ月撮れなかったまあ、うちのチャンネルで最後に上がってる動画が、ナイトワンダラーの、レビュー動画になってたんですが、まあ、晴れて1ヶ月の時を経て、今度はステラミラクルのレビュー動画を撮ろうっていう話は、まあ、ステラミラクルは、ちょっと頑張って対戦動画を撮ろう。撮りましょう。大丈夫、これ、ナイトワンダラーの時も言ったから、もういいよ、高松みたいな話になると思うんだけど、あのね、大丈夫、今回はちゃんと撮影の日程をもう今時点で決めてあるから、はい、多分大丈夫です。でまあ、とりあえず、まあ、パッケージにもあるんだけど、テラパゴス EX と、あと、その辺の取り巻きのカードを一旦一通り見てみようと思います。まあ、性能としては、まあ、ご覧の通りっていう感じなんですが、どうでしょう、テラパゴス EX。まあ、パッと見はこの技2つ、ユニオンビートとクラウンオッパールがあるんだけど、まあやっぱ夕食さんでねっていうのはまあいろいろなんか付属のサポートカードいっぱいあるんですけれどまあなんかちょっと使いづらそうっていうのが感想かなまあ一旦置いとこう下の技は、うん、まあ多分使うとしたらとりあえずユニオンビートになるんじゃないかなで無色2個っていうところでまあダブルターボエネルギーをつけることになるんですけど最大火力がいくつだ8マイナス20になるダブルターボの場合はだからダブルターボでフル展開0の大空洞を張って220ダメージかちょっと足りないなちょっとなんか打点不足かなっていう感じはあるでもちょっとねデッキは組んでみたんだよえっあのねちょっと待ってよやる気はある置いてかないでくれよまあでもラッパー入れなかった一旦あそうもうシンプルにあのやっぱテラパゴスをパッと見た時にまあ火力は正直まあもう今の時代になっちゃうとフル展開で2個玉で220はまあそんなに高いとは言えない火力、うん、でただ何がいいかっていうとこいつやっぱ取り巻きがすごく優秀で、うん、あのラッパじゃなくてなんだっけカーリーウォールのバフロンがいるからあのあいつがいるとテラパゴスが実質耐久が290ぐらいになるんですよねで勇気の守まで持たせると、うん34とかになるんだよ耐久が、まあ、なかなかワンパンされませんと VMAX よそうそうそう、ルイマックスなんだよで、あとベンチにポケモンを展開するための、スピンロトムっていうめちゃくちゃ強いカードも出たと、うん、HP100 以下の無色を出せるやつねで、あとは、あれだねまあ多分テラパゴスを組むんであればとりあえずは絶対入るであろう夜のずくかな夜のずくテラスタルのポケモンがいると進化した時にトレーナーズ2枚持ってこれますというところで、まあ、ある程度必要なカードも毎回好きなの持ってこれるんでって考えると、まあ、相手の攻撃一発さえでとりあえずボタンとかで回収するのが強いのかなと思って、まあ、そういう感じで組んでみたんですけれど、まあ、結果ちょっと現状厳しそうには感じた、まあ、理由はやっぱゼロの大空洞っていうスタジアムを張って火力を出して攻撃していくわけじゃん、はい、でまあゼロの大空洞ってやっぱスタジアムだから簡単に割られちゃうんよねで割られたタイミングでベンチをこっち3匹トラッシュしなきゃいけないから、うんまあ、何トラッシュすんのって話になった時に、まあ、進化済みの夜のずく、はい、プラス、まあ、スピンロトムかな使い終わった後の、ねうん、でまあもう一枚なんか多分ホウホウなりビーダルなり、まあ、もしくは、まあ、相手の攻撃力が低そうならカーリーヘッドのバクロンを減らすことになると、うんでどれをトラッシュしたとしてもベンチがちょっと弱くなってあと1匹残った生命線みたいなやつをカウンターキャッチャーで呼ばれて負けちゃうことが多かった1回盤面崩された後の復帰能力が、まあ、あんまりなんか実は高くないんじゃねえかなと思いましたまあでも、うん、どうだろうね無色タイプのポケモンだからなんか組み方無限にありそうだしまあそうあくまでそのダブルターボでそういう耐久に寄せたみたいな構築にした結果なんかそういうイメージを僕が持っただけなんでまあそれこそこのラッパーを入れたクラウンオパールを打ちに行くようなデッキはまだ組んでないんですよ180かただクラウンオパールもなんかどうなんだろうねテラパゴスなんだかんだまあ言うてさ種ポケモンはまあ24とか23以外はまあ倒せるだけの火力があるじゃんまあ普通にダブルターボに依存しなきゃ
24とか出るわけだし、だから種を倒せるポケモンなのになんか種からダメージ受けないっていうのはどうなんだろうっていう、なんかあんま噛み合ってなくねっていう気がする。まあだから現状なんかちょっと使いやすく組もうと思うとちょっと力不足感があって、なんかちゃんと火力出せるように組もうと思うとちょっと構築が難しいようには思うよね。まあでもなんかこうテラパゴスをデッキ組む上で多分スピードとも絶対入ると思うんだけど、スピードとも何回も5手1で70ダメージがワンチャン出るんだよね。バニスタジャムがあると1円で70ダメージが出るんですよ、こいつ1円で70ね、うん、まあ、世の中は今ライコポンってやつがここ1ターン目に280飛ばしてくるけど、うん、まあ冷えくでね、ついでにみたいなついでに70出るよみたいな。まあ打点としては良くない、60とかよりさ、70は。あ、でもあれか、こいつもカーリーウォールだから、そう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 、一応耐久は130あります。全体的に耐久高いね。そう、あの結構ウッウとかの攻撃は耐えたりするパターンが多い。へえ、あ、そうね、そうね、方法ですら耐える。こいつも HP100 以下だからね、スピンロトムで持ってこれるから。で、あとはまあ僕はちょっとまだ練習段階でうまく使えなかったんだけど、まあでもいいか、ブライヤーはいいか、もっと相性いいポケモンいるからいいか。まあでもブライヤーね、大事そうだけどね。まあそうだね、やっぱさすがに、さすがにこれはまあテラスタルのデッキになったらとりあえず全部に入れていいからね、全然、ピジョットで持ってくるもよし、夜の族で持ってくるもよしだから、まあ、かつ、ちょっと僕の大好きなカードであって大嫌いなカードなんですけど、サマヨールが入ってるデッキには才能調整がしやすいと。まあほぼ確実に入るんじゃない。そうだね、だってヨノワールでさ、裏のやつ倒してさ、サイド2にしながらこっちがさ、サイド4だとして1枚取ってバーニングダークっつってさ、ブライヤーで3枚取ったらさ、一旦で4枚積まるからね。そう、ちょっとブライヤーは、そう、まあ後で、まあ今話すか、まあちょっとブライヤーは、そう、テラパゴスの話の延長線で申し訳ないんだけど、ちょっと今まあね、あのリザードンヨノワールみたいなデッキが流行ってますけど、それにとりあえず1枚みんな入れんじゃねえかな、で強えんじゃねえかな、かなりね、強いね、やばいよね、ヨノワール相手だって相手のサイドが実質もう3の時と2の時でも使えるってことでしょ。3、そうね、まあなんなら4でもいけるじゃん。4でも2匹爆発させれば使えるからさ一歩ミスったらもう次のターン死んでますみたいな状況になりそうで怖いよね。この人ってさ、ゲームでもこんなキャラだった、はい、うん、あのね、あ、やった、あのビエラさんの実況は見た、うん、あのね、結構まああの根はいい人ないの、まあ、すごい、まあ、言ったらそのテラパゴスっていうかそのテラス関連の研究をしてる人なの多分、はいはい、でゼロの大空洞に行くんだけど、行くね、あのね、もうそこでテンションぶち上がっちゃって、もう一方のもう危険とかを顧みずに、もうこれはどうなの、これはどうなの、やってみてやってみてみたいな、でももう周りもう崩れてきてやばいですけどみたいなもう周りが見えなくなっちゃうみたいな、ちょっとやばい人。ああ、なるほどね。だからそのなんかちょっとエキサイティングな面は結構テキストに現れてる。お、結構ね、ブライヤーっぽい効果だなって思うよ、うん、解釈一致です。ああ、素晴らしいね。じゃあ、うん、テラスタル関連だと、じゃあテラスタル EX 行きますか。まあそうだね、まあ一旦そのテラパゴスはまあちょっとまだまだこれから伸びしろがあるんじゃねえかなっていうまとめ方にしておきますか。はい、はい、で、あとね、そう、ステラのテラスはあと3種類出るんですよね、まあ、テラズラプラス EX、まあこれもテラパゴスと一緒にと、公開はされてたかな。まあパワースプラッシュはいいとして、普通なことを言うけど、うん、ラリマーレインを打つためのエネルギー加速ができるんだったら、うん、そのエネルギーでもう育てたいポケモンは育ってんじゃないのとか思ったりしたんですけど、まあでも5点1とかにさ、うん、今回でエーススペックの結晶貼って赤松打ってさ、どうやって持ってくんだよ。いや、もうイキリンコとネオラントで、で結晶はタウンデパートで、あ、まあキリンコとね、ネオラントゼロの大空洞のおかげで起きやすくなったから。そうだね、一個あのさ、ミライドンみたいに種がバッて展開できるデッキ、スタジアムがトラッシュされた時に、うん、そうだ、一緒にね、消えるから確かにね、ちょっと使いやすいかもね。そうだ、ミライドン系のデッキ悪くないです。別にミライドンもちょっと強化されてます。なんか確かにね、展開しまくったあげくいらないカード後で捨てればいいんだもんね。しかもね、あれフォトンブラスターが割と打点高めだったのが8体並べると雷光V の打点もちょっと上がるからそうか、確かにね、エネルギージェネレーターのヒットが1枚でよくなるんだよね、うん、
結構ね悪くないと思う。なるほど、うん、えこいつの話はいきなり違う話したいあれじゃない、なんかさエネルギーが20万以上ついてたらさゲームに勝利するアンノンとか出んじゃない。あでもそういうのあるあるかもね、確かに確かにあるかもしれない。あそれだわ寝不足でおかしくなってますハンドのあとはエナジーが出んじゃない、エナジーが出んじゃない確かになんか出んじゃない、そういうのがエネルギーなんか15枚ついてたら勝つみたいな、追加いったみたいなカードは出るかもね。あ期限主張しとくわ、うん、でもなんかさ現行でさ思いつかなさすぎてさ、もう自分らに都合のいいカードを創作するしかないっていうラフラスワン未来に多分託されたカードきっと、うん、はい、エースワンね、これもステラとこれやったんでしょちょっと。あーまあやった、ちょっとやった、うん詳しくは言えないけど、まあ、ちょっとやった、うん、こいつとは。このガーネットボレーが好きなとこに180ダメージが、まあ、ちょっと使いやすいなとは思って、まあ、滝つぼとニエネって考えたらネオアッパーで、そうネオアッパーで、そう滝つぼネオアッパーでなんか不意にボーンって飛んでくるのが強かったね、結構予想外のチームだった。どうなんだろうね、180をさ1箇所にやってくれる S バンとさ120を2箇所にさばらまきつつ、エレの拘束がそんなにない月光がってさ、どっちが強そう。月光がの方が強そうだね月光がの方が強そうだね、そう聞くと。なんかエースバンはさ、うん、ネオアッパーと1エネなんだけど、あとで喋るけど、きらめく結晶がさ、うん、何でも良くなるから、うん、水エネとして使えて、ダブルターボ1エネでさ、100-100ってできるんだ。確かに。じゃあ月光がの方が強えわ。まあこいつはでも3エネで280ダメージが出るから。ね。そうね。いやいや、もう1枚、もう1枚ある。デンチュラ EX ね。これはでもちょっと面白いよ。これいいね、うん、上も下も結構強いんじゃない。これいいね。上は VEX に対して22出るでしょ。2エネでだから V とか EX 倒せますよ。だから先行2ターン目にレジドラゴ倒せます。 OK 倒せる。でフルグライトは全部トラッシュかエネルギー。ああ連発は効きづらいねちょっと。まあそれこそなんかきらめく結晶ハリス赤松とか打ち続けなきゃいけない、もしくはこれ強いよね、バチチャージよ、バチチャージ。こいつさ、1エネで2枚加速かなって思ってたよ、最初パッと見た時4枚加速できるんだね、一発で。聞いてよ、あのね、アルセウスを超えました、バチュルをそうだよね、今まで多くてもさ、だってアルセウスもそうだし、アルセウスディアルがパルキアですら3エネだったんだよこいつは3進を超えたわけよそうね、4エネはすごいよな。すごいね、こいつは。それこそだからさ、これでまあバチュル2匹に2エネずつつければそっからフルグライト2回分はまあ確約されてるわけよ、生き残る前提であれば。まああと多分使うかは分かんないけど、テラマゴスもう高校1段目の技ないから、うんうんうん、バチチャージするとさっきのダブルターボでちょっと足りない打点分のさやつがくさくさ雷バンバンって。なるほどね、確かに。そうで1体目これ取られてで、テラマゴス一体やられて、サマヨール一回飛ばしてから、フライヤー。サマヨールまでは入れれるのかなわかんねえけど。え、でも待って、クラウンオパールって何、雷、草、あれか。対応してんのかな。おっ、してんじゃんでもバチュルでこいつに加速して、あと水泳で張ったらクラウンオパール売ってるやん。おぉ。え、自分の服の好きなようにつけるだよね、バチュル。つけられるか割り振れるね。でしょ、え、これ、でも電池はいらん電池がいらんくね。いや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 、なんかあれだ、ラッパとかよりもバチュルでテラパゴス2匹に2エネつけてさ、クラウンポルって打ったの強いんじゃね。バチュルの弱いところはサマヨル持ってかれるとこっす一緒に持ってかれる。そうそうか、だからそれが嫌だから一応上も入れといて、で最後取られないようにさっさと進化終わりだし。なるほどね。別に先行2ターン目だったらワンチャンさ、うん、ワンチャンよ、ワンチャン、ね、テラバゴスよりさこっち打った方が強いパターンもある、まあ、強いパターンあるよね。全然確かに手割り2回でいいわけだから。しかもこれはルギア V も弱点で、あ、ルギア V スターまで倒せるね。しかもあれなんだよ、なんだっけ、ナイトワンダラーかなんか入れたヒエクのデンチュラはあれよ、リザードも弱点で倒せるんだよ。そう、雷無色で180ダメージが出る。じゃあそのダブルタイプの電池は良くて
デンチュラの時代来た、もしかして。ちょっと面白いかもしれない。バチュチャー、バチュル優遇されすぎやね。夜の更新以来のバチュル、バチュル復権の可能性がある。あ、バチュチャージか時代は。まあ別にフルグライトも悪くないし、まあ、悪くない悪くない、うん、まあ多分みんな言ってるだろうけどさ、ゼロの大空洞でレジギガスがさ、はい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 、さえつけられますみたいな、うん、電池の連射みたいなのもあると思うから、まあそれはそれでそうだね、やってもろて、そうだ ね、うん、うだね、我々はバチュルで派遣取りましょう。そう、ちょっと今その話が出たから話すんだけど、そうゼロの大空洞のおかげで、なんだっけ、レジ、あの古代の英知のレジギガスが、あいつってその場に、レジが6匹だよね。そうそうそう、 6匹全部いると毎ターントラッシュからエネルギーを3枚好きな、3枚好きなのを自分のポケモンの1匹に加速できるっていう特性を持ってたんだけど、ただ今まではベンチが広げられなかったからレジ系にしかエネ加速できなかった。そう、だからそっからネジ機で頑張るしかなかった。だけど大空洞によってそれプラス3枠、まあテラスタル1匹置かなきゃいけないからもうプラス2枠なんだけど、そうねそうね、うん、ギガスで加速したいアタッカーを別で置けるようになったね。何でもよし。いやーね、ちょっとね感じるよね。ちょっとなんかまあそのどこまでね実現可能かという話はさておき、ちょっと可能性は感じるよね。だからそれこそなんか盤面さえできちゃえば、毎ターン電池はエネトラッシュしてグッズロックしてるけど、毎ターンギガスで付けるとかもできることになるわけだ。あー、なるわけだ、なるわけだ、面白い。まあね、動画なんてできそうなことを何でも言っときゃいいから。そうそうね。まあそんな感じやね。バッチチャージちょっとね、ちゃんと全部見直した方がいいんだよな。草と雷で技打てるやつ、そうだね、まあ、あと無色でもいいね、うん、だから全然ゴッツアンプリファーに余韻つけてもいいわけよ。確かに。うわ、テラスタル関連こいつか。まあガラスのラッパに関してはちょっとテラパゴスの時に軽く触れたけど、書いてあることはすごく強いんだけど、やっぱ条件を満たすのが難しそうだよねっていう印象を受けました。まあただ場にエネルギーをプールできるっていうのを考えると、ハピナス EX かっていう話をしたよね。そうね、うん、ハピナス EX につけたエネルギーをハッピースイッチで好きなポケモンに実質移し替えれると。え、スクランブルバトルやばい。え、やばいやばい、行かなきゃいけない。え、8月10日の謎のイベントに出ると発生して発症すると、違う、発症すると、チャンピオンズリーグの一発目出れる。何これ。え、ちょっと待って、ラッシュ CS なん、え、ちょ、え、レビューじゃなくてこれの動画を撮った方がいい。緊急で動画を回しています。緊急なんですけどって。どういうこと。どうしよう、スクランブルバトル。いや、終わりだよ。8月と、11、12か。いや、10、11か。で、10日は、壇ノ浦チャンネルが、まあ、某自主大会にチーム戦で出る予定だった日なんだけど、今ね、ちょうどガラスのラッパの話をしてる時に、なんか、スクランブルバトルだって?いや、やばいの飛んできたね。やばいよ。どうしようね。え、なんかさ、もっとカジュアルなイベントじゃなかったのあれって。いや、もうなんか文句言ってもしょうがないんで、まあ、続けよう。なあ、あ、診断のレビュー動画続けるよ。ああ、で、あと EX が、あと、まだ4種類あんのか。え、まあちょっとささっといこう。そうじゃん、4種類いんの。ささっといこう。はい、1個目、カミツオロチ2進化、特性で手札から草エネをつけて全守備30回できて、3つ集めするのが17ルルルル。なるほど、うん、まあ特性のテキストだけ読めばオーガポよりちょっと強いが2進化、うん、まあでもね、単体の技もちょっと強いから、うん、なんだったらさ、この水集めストーム自体がさ、バニクサエネプールできるから緑の巻いた相性がいいわけよ、うんうん、3つ集めストームな、3つ集めストームね、うん、もうさ、テラスタルを持ってないだけでさ評価下がるんだよね、もう。まあ、テラスタルを激推ししてる段だからね。そうそうそう、まあでもなんかパッ、まあ、ちょっと強いんじゃない。まあ最後なんかオガポンで殴ればいいし。そうだね、そのタイミングだけ、うん、バグッツェルはモミね、特性版の。ああ、進化ポケ、進化した時に自分の進化ポケの全体HP を回復して、かなりエネガズムが剥げると。
まあこいつの偉いところはフトゥーを使わなくていいこととかやね、やっぱり。ああ、だから博士とか何ジョンとか打った上でサポート権利を使わずに、あ、そうそうそう、ついでに進化して回復ができる。大体こういう回復、それこそ同じ効果を持ったサポートだったらやっぱサポート権利を使ってたんだけど、うんうん、サポート権利を使わずに乗っける。だからそれこそインテリオン VMAX みたいな技を打つために手札にエネルギーを戻るみたいなカードが来た時に、まあこいつで回復しながら戦うみたいな使い方ができそう。まああと普通にリザードも回復して2回目のリザードでバッてやることもできるから、まあ使えなくはない。おう、チャーレム EX ね、はい、いや、さすがにここまで見ると厳しくなってくるね。いやもうそうね、ヨガループと違って一進化やからね、種じゃないからこいつはもう。まあダブルターボ1枚でなんか確定で50にはできるとね。なんか相手によっては200ぐらい与えられていいんじゃないですかって思うけど、なんかね、まあ残りの50をどうやって削り切るかって話だね。あ、でも待って、ちょっと自慢させて。お、こいつはダメ感乗せたやつをバッと乗せた後、最後に鉄の神戸のホーミングヘッドで回収。鉄の神戸のホーミングヘッド、ポケモンカードやってる人。だって俺昔後輩とアマージュ EX の対戦とか取った時に最後鉄の神戸で取ったもん。全部ラストやな、ラストや、ラストね、ラストや、締めくくろうこいつで。ミミズ EX ね、特性はまあこいつに鋼エネルギーがついてる分だけ技を受けた時にカウンターができますよと。まあ3、4枚ついたら、60、80ぐらい返せると。で、技が無色4つで150で逃げられない。まあ、ラプラスでつけてって言ってるのかもしれないけど、まあ、まずはメタングからなんですよね。なるほど。まあ、あとは無色4つっていうことは、まあ、例えばなんかパオジアンみたいに鋼弱点で、うん、もうちょっと強いさやつが出るとするじゃん、うん、プライマルターボっつってギフトミストダブル無色ガゼ封じっつってこいつはああこいつはそのルギアに入れても起動ができる鋼タイプのアタッカーってことね。なるほどね。卓球入れてパオジアンみたいなポケモンをぶっ飛ばせるとルギアのデッキから暗いっすか。おうおちょっと俺の限界だわ、ミミズズは。お、確かにプライマルターボで動かせる鋼タイプね。なるほどね。おお、その観点はなかった。苦しいね。苦しいんだ。苦しい。俺はちょっとおおって思ったけどね。出ないだろそんな都合のいいポケモン。いやー、8月10日どうなるんだろうな、マジで。2人とも集中できてなさすぎてやばい。で、エースペックが一応まああるんで今回も見ましょう。で、とりあえずきらめく結晶に関しては、まあ、さっきもまあ何回か話題に上がってると思うんだけど、まあ、パッと見実はこうなんだっけ、タクト言ってたけど、きらめく結晶をつけて強いポケモンは結構ネオアッパーでどうにかなってる場合が多い。そうね。で、こっちはこっちで神王神殿とかで割られなかったりだとか、まあ、あとペッパーでも持ってきやすいからね、くれるっていうところがすごくいいっていうのがあるが、まあ、逆を言うと道具であるようにロストスイーパーとかで剥がされやすくもあると。そう、だから例えばドラパルトに1エネときらめく結晶っつって殴って配信、うん、スイーパーされるとまた1エネつけないといけなくて、まあ、大体2パンでやられて、さあ2体目ネオアッパーない、きらめく結晶ない、困ったね、どうしよう、ますと、まあ、赤松メロコとかもあるんだけど、うん、みたいなことが起きやすいから、まあ、ネオアッパーじゃなくていいやつで、さっき言った月光がみたいに、うん、なんか有色とダブル無色みたいな。いや、そう、それはなるほどなと思った。パターンだときらめく結晶は一番強い。やっぱ好きな色を保管できるのが偉いよね。いや、これはね、すごい、うん、まあ悪くないんじゃない。ちょうどいいエーススペックだと思う。ちょうどいいエースペック、うん、まあなんか全然相性のいいデッキはあるでしょう、うんうん、まあただテラスタル限定なんでちょっとそこだけ注意みたいな感じ。そうね、うん、まあテラスタル5本増えますから、まあ普通に今回のあの 3N の無色テラスタル系を使うにもね、全然いいんじゃないでしょうか。悪くないね、うん、それこそしてね、戦一器で2枚持ってきてこれどっかで積もってればね、手割り2回でいけますから。いや、少なくともね、ナイトワンダラーのエーススペックたちより今回味あり。チャンス構成デラックスバーン。はい、これをつけてるポケモンが技のダメージを受けると12点返しますと。これはなんだ、ジャイアントボムか。ジャイアントボムはまあ結構懐かしいね。いつのカードあれ。あれは C だから三振とかの辺の時代じゃないかな、多分。まあ逆に言うとこれを入れるとプライムも入れないし、アンペアも入れないし何もかも入れれなくなってしまう。いや、そうなんだよね。やっぱこういう受け身のグッズってやっぱどうしてもスイーパーでメタられがちだよね。はい、うん、困ったね。言い渡し即執行じゃないから、まあやっぱそういうところも書いてヒーローマントとかサバイブイフス特有のああいう系のカード特有の弱さはあるかなと。さあ
まあなんか一番評価の難しそうなカードですね、最後これ。偉大な大樹ね。はい。まあ、二進化、お互いにこれ当たると、まあ、一気に二進化立てれますと。その代わり、まあ、一進化を経由しなきゃいけないから、まあ、デッキのスペースを割くよね、っていう話。そう。何を立てたいですか？ピジョット。おぉ、ピジョット EX ね。はい。でもさ。ただ、はい、どうぞ。これね、ピジョットを立てて、アンフェアスタンプとかを持ってくるのが強いんじゃないですかって話なんですよ。ああ、なるほどね。ピジョット立てた先で、うん、違うエスペックを使うのが、ピジョット立てたおかげで、打ちたいエスペックを打ちたい時を見てるのが強いと。アンフェアスタンプが強かった理由って、相手が対応できないさ、新しい動きだったわけじゃん。うん、偉大な体重って、まあ言ったらなんか、雨でピシャッと立てるところ楽にしてるだけだから。まあ、楽なのかもわかんないしね。まあこれ持ってくるのそもそもどうやって持ってきますみたいな話があるしね。で、ピジョンが山にいなきゃダメとかね、いろいろハードルあるから。そうだね、確かにね。まあ、ほら、こういうのが出るとやっぱりリザードンで考えるんだけど、うん、リザードン、ではないよな。てか、ね、なんならエボリューションでいいまでありそうだよね。確かにね。そうだよね。あとは相手が入れてきた時に、使いやすい構築にしとくかどうかぐらいじゃない。ああ、まあこれからなんか2進化もデッキにちょっと1進化1枚ぐらい入れとくかみたいなね。そう、リザードンのリザードを2にしておいてさ、リザードでストップしておくとさ、ああなるほどね、次のターン雨を不要として、はい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 、バンって連動したりできる。次のターン以降の動きに楽にするためにリザードをハイパーボールで持ってきたりとかするときに、これが相手に貼られてるとアラッキーっつって。あ、そうそう、それ2進化で止められるっていう利点があるのは覚えておいた方がいいかな。確かに、別に何も2進化デッキじゃなくても相手に貼られた場合は1進化が採用されてれば全然使えると。そうそう、まあ、あとはセグレイブとかかな。まあセグレイブは無難だけどね。なんかね、強い動き、新しい動きを提案するエーススペックじゃなくて、なんか既存の動きをさ、ただスムーズにしたやつって最終的にデッキパワーで負けることが多いから、まあ、最初ため喜んで試すけど、うん、なんかこれ結局プライムだからアンフェアのが強くねっつって、まあね、で僕はなんか思うね、ティックカードにはなるかな。でもなんだっけ、あ面白いカード言ってたじゃないって名前が出てこない。はランクルスの話。そうそうそう。これでランクルス2進化のランクルス立てて、技が上から7枚8枚、はい、8枚見て、その中から好きな、ポケモン好きな数出せるっていうランクルスがいるんですよ。アーキョス、アーキョス、チラーチーノ、チラーチーノ、アーキョス、チラーチーノみたいな。ポッだそうです。はい、やる気のある方は作ってみてください。ちょっとおもろいかもね。サモンゲートでアーキョス2匹出せるまで帰れませんみたいな。はい、おー、実は俺が、俺じゃん、それ。あえて。ちょっとトレーナーズ他のを見よう。ラッパはもういいか。はい、ちょっととりあえずテラス出たらまあなんか使えるでしょう。はい、現状はちょっと使いづらさのが目立ちそうだなって気はする。オッケー。はい、化石2つ、まあこれ種ポケモンだからほぼ、ね、ただ根っこの化石だけちょっと強いから、ちょっと強い、相手の種の要求が上がるんで、ユレイドルとかリリーは別に入れてなくても、まあ、ピッと最小力だけでちょっと時間くれたりはするかなって感じするよね。うん、うん、以上。出ちゃったね、半減の実。半減の実ね。4倍弱点持ってるポケモン持ちがちなやつね、うん、これはね、今いつか出るんじゃないかなとは思ってたけどさ、とりあえず2個出たよ。いや、だってさ、ポケモンタイプって17、8種類あるから。グローブって知ってる？ちょっと前に出たやつ。ちょっと前に出たやつね。ちょっと前に出たやつね。うん、毎回さ、診断の楽しみがさ、2枚減ったよ。きついね。うん、あ、これ。いや、確かにグローブがさ、そう。これのまあ攻撃版のグローブみたいな全タイプのやつが、ちょっと1年ぐらいを通して出てた時期があったんですけど、その時毎回なんか診断のたびにその新しい色のグローブが追加されてくんだけど、もう別に何の面白みもないわけを言ってしまうと。そう。うん。まあでも、お払いグローブとかちょっと使ったわ。アライグローブは使ったね。ちょっとスポンジグローブとかもなんか使った、ね、スポンジあれね、ちょっとメッソン倒すのに欲張りっすか、欲張りっすか。そう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 。いや、お払いグローブとかはね、ギリいいカードだったんだけどね。もういい、いや、はい、まあでもグローブも最初はさ、みんなこんなピンポイントも誰が使うねみたいな感じだったけど、結局そうやってちょいちょい使われてたやつあったから、流行り次第で
作品じゃない？お金新しいカード10枚ぐらい出してくれた方が嬉しいな。で、次が16玉ね、はい、これつけてるとお互いの逃げ値が1個増えます。妨害系よね。そうだね、なんか逃げゼロのポケモンピジョットとかがいるときにね、これピッと出すだけで、てか死に出しづらくなるし。そう、現状カビゴンがいるんだけど、カビゴンってあと半年なんで、うん、それがなくなった後のコントロールとかで、うん、まあ、こいつとさ、災いの子や、なるほど、ね、出したりして、DNA 逃げるの増やしてあげて、カウンターキャッチャーで毎回縛る。はいはい、ワナイダーとかやってたことかな。まあ、確かにワナイダーは単純にやっぱ逃げ値が一個普通に増えるから、普通にいいんじゃないかな。まあ、同じ単で見ると、やっぱりファイヤローにさ、使わせてあげたいんだろうなっていうのはさ、とても分かるんだけど、うん、まあ絶対に強くないんで、本当に何も貼るものがなくて、そうだね、デッキの枠が空いてて、うん、道具何でもいいですみたいな、ね、感じになった時にあるかもね。あとは来期の話をすると、森の噴石が落ちるからペパーで持ってくる道具っていうのがちょっと減るのよね。そうだね、大体噴石持っていきがちだからね今。その道具の枠が結構いろんなカードに当てられていく中で、重力玉っていう選択肢が、まあ逃げる必要がないデッキは発生するかもしれない。これはいいじゃん。高松ね、うん、高松と現場で出るんでしょ。そうやるやん。いや今赤松現場で来てるから、あと T だけ欲しい。あと T だけ欲しい。なるほどね、 T ね。それも高松現場だったら、これはまあ本当分かりやすいよね。今回のテラスタルのね、あの 3N 必要なやつで、まあ、これで綺麗に2色集めれますだとか、まあしかも加速先はこれは何でもいいんだもんね。ドラパでもいいですし、うん、レジドラボでもいいですし、うんうん、なんか普通にさ、あのピジョットドラパルトにさ1枚入れとけばね、いいと思う。そう、メロボよりより確定で、まあなんか N に関してはより確定になるというか。そうね、メロパメロコでいいとこがあるけど、そう、うん、だからまあ11とか入れてもいい、うん、こいつ知らないんだよ。生徒これはね、と思うじゃん。まあ生徒ではあるんですよ、四天王です。えっ、まあいいや。で、太郎も四天王です。一応申し上げておくと、まあ、立て付け上は四天王です。え、ヤーコンの娘でしょ。うん、まあ一応そうだね、名言はされてるのか覚えてないけど、まあ、ヤーコンの娘と親父超えちゃった。親父超えました。四天王です。早い。はい、まあ2枚反動を山の下に戻して4枚引くと、まあ入れ替えなんだけど、反動のなんだっけ、まあ、ハイダイがトラッシュにあればあるほど身軽になるポケモンがいますと。お、うん、身軽になる、身軽になるポケモンがいます。身軽さくんだっけ。はい。まあ、そう、下ごしらえっていう技ね、特性を持ってるポケモンがいて、ハイダイが落ちてるとマックス 0N110 ダメージになると。どうやって落とすロストを4枚貯めた方がいいやつだね。ウト比較になるのかこいつ。まあ、そんじゃない、あいつすごくね。いや、行かれてるよ、あいつマジ。あいつ行かれてるよ。あ、でもね、こっちにはね、危険下にいるから。危険下にいるからね。マックス1N250。おお、大変やな、4枚落とすのは。あ、これだね、これやね。いきなり破る。エンニュート。もう進化してると、3枚取らしてできる、OK。クセロ式の企みで3枚減らしてからっていうさ、はいはいはい、ゼロにはできるよね。黄金ムーブがありまして、うん、まあちょっとなんかそういうね、ハンデス系のデッキをちょっとステラミラクル環境中に1回ぐらい取れたらなって思ってます。あ、まあちょっとじゃあなんか考えてみて、試しに、うん、うん、まあ、ハンドゼロにしてリソースからしてるからね、うん、まあ、ちなみにアンはもう1個ある。へえ、まあちょっと一旦黙っといて。 OK、うん、あと一緒になんか電磁虫がこれ、まあ、分身するんだけど、この1個前か2個前の、クワガノンが自分のベンチの電磁虫の数かけ60追加みたいな技を持ってて、ほー、うん、なんか電磁虫2匹いると28、3匹いるとなんか36ぐらい出るやつがいたはず、確か。リファインする電磁虫はいない。リファインする電磁虫は残念ながらいないですね。ああ、いや、でも今後出る可能性がある。出てほしいね。今後出る可能性がある。だってね、キルイアもミラージステップの後にリファイン出たからね。あ、そうなんだ。ミラージュステップが先出てて、その後にリファイン出たから、確か。だから並列に並ぶの後に直列に並ぶ、直列に並ぶじゃない、直列に並ぶは効かないだろう。並列に並んだ後に取引をする電磁虫が出てくるかもしれない。あ、なるほどね、なるほどね、取引ね、取引。でもやっぱ分身系はちょっと楽しみだよね。
今後電磁虫が出るためにおこいつは増えれるかな増えて強いかなってなるから。ゲコガシラも強かったしね。そうだね、なんかちょっとあるんじゃない、クワノンって優遇されてていっぱいカード化されてるからさ。そうなんだよ、クワノンはね強いね、うん、なんかあるかもしれん。ひらめきチャレンジ、何ひらめきたいかって話もしかして。そうルールもちろん除くなんだよね。飛躍のポケモンしかコピーできない。まあ逆に言うと二進化とかでも全然いいって感じだね。まあうわおもんねえ答えだ。トライ、あれ113匹にばらまくやつね。トライフロスト、まあでも無難かつ強いわな普通に。ヤロキングでやる必要あるか。うーん、まあ竜武装でいいんじゃないか。まあ竜武装かやっぱ相手にアクロバ使ってもらうのが早いよね。あとは、うん、これは人から聞いた話だけど、うん、テラキオ岩窟タックル、あなんか無敵になるやつなんだけど一旦前に岩窟タックルって言うと使えるらしいの。ひらめきチャレンジであくまでテキストをコピーしてるから連発できるって話か。それさっきのさ、うん、それこそケケンカにもさ実は大振りパンチって2連で打てないんだけど、はい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 、だ火炎爆もそうよね、火炎爆打った後に火事場打ちますみたいな、はい、うん、技変えればいいやん、うん、っていうのがその変えるんじゃなくてずっとひらめきチャレンジを打ち続けるパターンで回避していくっていうことはできますっていう。ルール上できるんだそれは。そう、なるほど、ね、まあ、ルール持ちを除くだから今回ははい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 、まあ危険下に250とかはギリ打てるよぐらい、うん、だからまあテラキンをトラッシュし続けられる限りはまあ一生無敵になると。そう、いやちょっとねハードル高いね、トラッシュし続ける。ああ大変だねちょっと。まあでも単価と夜の赤で、ああ夜ね8回ぐらいです、ね、マックス。ちょっと話題になってるのがディアンシーかな、うん、おおこれはなんかルギアのチラチーの1エネで粉砕するカードだね。ウギアの鉄のカイナも粉砕できる。カイナも粉砕できるらしいよ。わかりやすいね、無色1年だから何でも入る。ええー、やないですか。なんか昔ロストに入ってたジガルデみたいな感じで。そうだね、で個人的にはね嬉しいカード、マルノーブ。なぜ全く出ない。へえ。全く出ない、カード化されてないんだ。そう、さっき調べたら、うん、5枚目でした、カード検索に出てくるマルノーブだと。5枚は少ないね、かなり。そう、DP 2007年から数えて5枚ぐらい。おお、だから17年だったはずで5枚。うん、なかなかカード化されてないね。いや、極輪ファン待望の1枚だったと思うよこれ、マジで。ミニギアルは、まあ、実質種みたいなノリか、使うときはまあ進化しないよな。まあ、今話したけどセグレイブやね、パオジアも見てるよねこいつは。そうだね、相手の場にセグレイブがいて、もういいよもう名指しでいいよ。相手の場にセグレイブがいるからポケモンはベンチに出して下技がパオジアを気絶させるでいいよ。おあれがね、そんなにこの後パオジア強くなるのかね。まあそれはね、ハイクラスデッキ出るぐらいですからね。まあ、ブリジュラスは、ブリジュラスはなんか多分 EX 出るしよ次。なるほど、こいつが技を使うとかはないけど特性はさ、まあ、EX が出る。まあでもそうか。え、でもさ、なんだあのメタングディアルガに暇だったら1-1ぐらいさせていいんじゃない。なるほどね。あと、まあ、もしブリジラス EX がまあ出そうじゃん、うん、ブリジラス EX がなんか技連発できないとかだったらね、これで逃がしたりとかもあるかも、ね、ありそう。その代わり火力めっちゃ高いみたいな、うん、あれなんか火力は高そうじゃん、なんか徹底抗戦とかですか。そう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 、次の番ダメージ打てません、ありそう。こいつが朝打てるし、もう確かにね。全然ありそう、これのただパワーアップ版みたいなやつはね。ライちゃんは、俺の偉いとこはあれやね、お守りミミッキが取れる。下技のこと言ってる。あ、うん。リュウゼヘッドの話してた、ラクライアラシの話をしたかったんだけど、あのライコポンの毛皮、うん、ああ飛躍の毛皮ね、1年の70で、まあ選択になるね。そうね、こっちはこっちで、まあ打点が60とちょっと10ぐらい低いんだけど、ベンチにもダメージを飛ばせるから、まあポッポとかが意外と取れたりする、固定値から、うん、まあ3枚目とかついたら90とかになるし。そうだね、まあいいよね、うん、逃げるが3か、まあ逃げすのはちょっと重いかもね、確かに。まあでもライコポンって入れ替えなんか2枚ぐらい入ってんじゃん、回収サイクルだったりするしまっちゃう。入ってます、うん、まあ結構いいカードじゃない。確かにね、なんか飛躍の古代として、あとまあサイズもでかいしね、うん、うん、悪くないんじゃないかな。あと最後にスピンロトム
はこれなんかテラパゴスの時の話になったけど、これはなんか無職の100以下だったら何でも持ってこれるから、なんかそれこそポフィンじゃ持ってこれない無職のね、ちょっと HP 高めの種ポケモンとか必要な時とか、これからこれ言いたいことになりそうだね。うんうんうん、うん、いいね、はい、いやいいね、なんか一進化の、そうちょっと進化持ってこれるからね、低いやつとか、うん、前のピジョンよね、エアメールみたいな、そうだね、ああいうのが出るとすごいいいカードにはなりそう、うん、今爆走ドローだね、持ってこれますね、 HP100 で調べたんですけど一応ドードリオ、ドードリオポフィンでバーッと並べた後、つい1匹だけスピンの時にして、これでドードリオ3匹持ってきてどうぞっつって、ちょっと面白いかもね、なんじゃ持ちます、じゃあハイパーロマンを入れるわはい、まあまあとりあえず現状はね、あのスピンごとも、まあ、一旦テラパゴスが一番相性がいいと思いますけど、終わったかガチで、ガチで終わりですガチで終わり、そうか、はい、じゃあスクランブルバトルについて考えるか、スクランブルバトルに時間あるいや動画を締めてちょっと話し合いしますか、はい、そうですねというわけでよいしょ、よいしょ、まあちょっとスラミラクルはちょっとまた動画を撮ります、本当に撮ります、これは本当に撮ります、あのこれを撮らなかったら、 あのスラミラクルの対戦動画を一本も上げなかったらチャンネルばかりいいんじゃないのはい、マジよろしくお願いしますいや大丈夫、今まで何回もチャンネルばっか宣言してきたから、乗り越えてきたから、マジで今回も俺たちはできるはずだ、俺は1回目なんだけどね、まあちょっと見て背中で語るわ